皆さんこんにちは。今回なんですけれども、久保田健さんについて少しお話ししたいと思います。ということですね、今回はね、久保について、またビジュアリアルについてお話ししていきたいと思います。早速なんですが、まずはですね、まあ、久保建英、開幕戦でね、先発するかどうか非常に気になるところですけれども、まあ、第1位にですね、エメリー監督の先日のコメントですね、これはレアルソシエダ戦、プレシーズンマッチの、ソシエダ戦後のコメントをですね、まあ、引用をしながらですね、話をしていきたいと思います。エメリーはですね、ソシエダ戦後、こう、語っております。レキポアクアカードウナポエナクツシャンエナコンバスタンテスカドルセペソエネルエルプリメルティエンポラスセンサーションソンポシティバスイアイケセギュトラワハンドアッシーと、まあ、非常に、ね、こう全体的に見て、いいパフォーマンスだったと思うし、まあ、前半には、ね、すごくこう重要な選手たちが試合に出て、いたと。で、感覚は非常にいいし、こういった仕事を続けなければいけないとエミリーは、ね、語っております。またですね、セアンウッドウッティリサドディベルサスバリエンテスコンホメネスケセバンインコルプランドアルレンデミエント、ロスファドレスインポルタンスコヘンリズモイロスケプエデンテンドラインポルタンシアプログレッシーバパンバンテニエンドミネトスエコヘンドコンフィアンサと言っておりまして、まあ、若い選手たちがこう入ってく、る中で、まあ、いろいろな、ね、バリエーションを入れながら、重要な選手たちはプレリズムを上げていっているし、すごくね、みんな自信を得ていってるような気がするよと、エミリーはね、語っています。まあ、こういったね、エミリーのコメントから見て取れるようにですね、まあ、久保は結構、まあ、もう重要な選手、まあ、重要な存在と認識されているような気がしますし、プレシーズンマッチのね、ここまでのエミリーの久保の起用の方法、まあ、起用の仕方っていうものを見てくると、まあ、僕はね、開幕で、先発する可能性は十分あるんじゃないかなと思っています。で、まあ、ここからなんですが、じゃあどこで使われるのかっていう話なんですけれども、まあ、ちょっとこう442でね、プレシーズンはエメリーやってきましたから、そうなってくると、まあ、442の、まあ、2トップの一角で、で、特に攻撃の時はちょっと下がり目のところに来て、1.5 列目とかトップ下のところに下がってきて、プレイするっていう、まあ、これが結構濃厚かなと思っていて、で、この時にですね、まあ、このチャンネルでは結構言ってきてるんですけれども、まあ、守備の時はですね、一緒に組むフォワードの選手、まあ、ジェラル・モレノだったり、パコ・アルカセルっていう選手になってくるんですけれども、まあ、彼らがファーストディフェンダーで行った後に、出たところに久保はプレスに行けるように、しておくべきですね。で、これは一個ポイントだと思います。また攻撃のところで言うと、その、まあ、ハーフスペースとかね、ライン間のところでボールを受けるのもそうですし、あとはね、久保は左利きなんで、まあ、右サイドに流れる。ただ、この時にジェラール・モレノとですね、動きが被らないようにするっていうところ、これがまたポイントになってくるかなという気がします。というところで、まあ、久保について語ってきましたけれども、先日ですね、実はこのチャンネルで、動画でですね、以前僕がスペインに取材に行った時に、まあ、マジョルカ行った時にね、撮った、ものをですね、インタビューとかをね、流したりしまして、割と好評だったので、今回はその、まあ、第2弾というか、まあ、それの、まあ、続編、まあ、続編でもないんですけど、とにかくですね、そのマジョルカに僕が行った時の、まあ、インタビューとかね、そういったものをお届けしたいと思います。まあ、この前も少し言いましたけれども、やっぱこのチャンネル、ここちょっとスペイン感をね、出していけたらとも思っておりますんで、今回はですね、そちらをお楽しみにいただければと思います。それでは、どうぞ。Quiere venir aquí para pasarlo bien, para verle, ¿sabes? Claro, claro. Es un gran negocio, ¿no? Claro, porque ahora allí es muy famoso, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un chaval. Todavía tiene, joven. Sí, y todavía tiene 18 años. Le queda mucha carrera, entonces, por delante. Sí, sí. Este verano ha fichado Madrid y lo ha cedido a Mallorca para claro. tener minutos. Para, claro. Sí. Para que vaya practicando. Sí. Bueno, pero a Mallorca...Primero tiene que permanecer la categoría, ¿no? Sí. Primer año de primera división, bueno, después de volver a... Después de muchos años. Sí.
時のね、まあ、取材をね少しご覧いただけましたでしょうか。いかがでしたでしょうか。はい、やっぱりですね、まあ、まさかのタクシー運転手が出てくるっていうね。でも結構その移動の時に話したりするとですね、割とその現地のこととか分かったりしてよかったりしますし、今回もですね、ちょっとまあスペイン感がね結構出たんじゃないかなと思うんでね、はい、そういったところもね楽しんでいただけたらなと思います。さて、リーガーですね、もうです、本当今週末ですよ、開幕しますから、あ、まあ久保のプレー、まあ、久保が出るかどうかっていうのを楽しみですしね、当然まあウエスカには岡崎慎司がいますし、まあ、日本人対決も楽しみなんですけれども、まあ、他の、ね、チームもすごいしのぎを削りつつプレーシーズンで、ね、準備をしっかり進めてきていますから、そういったところも、ね、含めて、注目していただけたらいいんじゃないかなと思っています。